こちら、サバイラ塾のことです。こちらの動画でですね、各週1回、2時間のズーム指導ありコースの見本ということで撮影をしております。はい、テーマは運転資金ということでお話を進めていきます。はい、ではいきますね。まずですね、僕のですね、建設業界実習のですね、通信教育では、ズーム指導ですね、各週1回のズーム指導ですね、こちらの方あるというコースもありますね。ちょっとないコースもあるんですけどね、あるコースを前提にこれから喋ります。はい。で、そうしますとね、2週間に1回ですね、僕のズーム指導を個別指導ですね、マンツーマンですね、受けられるという特典がついてるんですが、ね、こちらの方ではですね、ご質問をいただいて、それに対する僕はご回答、ズームでやるということでやってるんですけどね。中にはですね、ちょっとね、まあ、なんていうのかな、自分自身で何がちょっとよくわかんないかわかんないとかね、そういった方も、まあ、いらっしゃいます。っていうか、非常に多いですね。7、8割ぐらい方が、そんな感じですかね。で、その場合ですね、まあ、僕はね、まあ、約30年近く、プロの簿記講師として、仕事やってますから、ね、受験生がですね、どこが苦手だってことはもうわかります。もう手に取るように分かっております。ね、もう3万時間以上僕講義やってきましたからね、今まで。3万時間以上ですね。やってますんで、もう手に取るように分かります。ね、で、その中でですね、大体まあ、同じなんですね。苦手なところってね。うん。したがって、ね、僕がですね、テーマを決めまして、じゃあ今回はこのテーマでいきましょう、みたいな感じで僕が決めて、講義みたいな感じでやる場合があります。まあ、7、8割実はそうなんですけどね。うん。でそうしますとね、本人すらね、気づいてないっていうですね、基本的な知識ですね。そこのこう発見になるんですね。うん。ということで、こちらのですね、お任せコースって言うんですけど、お任せって言うんですけどね、僕にお任せね。ということで、やっておるのが多いですね。うん。で、そうですね、実際、まあ、7、8割ぐらいがね、そのお任せコースですかね。うん。ということで、まあ、大体数試合のね、対象にね、お任せみたいな感じですよね。今日はちょっとトロが旬ですからね。トロを握ってきましたよみたいな感じですかね。うん。まあ、そんな感じで、まあ、僕にね、お任せしていただければね、受験生が苦手な基本的なところです。基本的なところですね。そこをね、僕は主査選択できますからね。それでやってるのが非常に多いですね。はい。で、それの見本なんです。この撮影はね。はい。ということで、僕のですね、建設業経験9のですね、各種1回のズーム指導ありコース。ね、こちらをね、興味ある方はね、ぜひぜひ、最後までね、聞くようにしてみてください。で、それに興味なくてもね、運転資金ちょっとなんか理解しづらいんだっていうあなたもね、非常にこの動画自体は勉強でありますからね、そういった方もね、ぜひ聞いてみてください。はい、じゃあね、前置きはこのぐらいにしまして、早速ね、お話にしたいと思います。はい、で、ズーム指導の場合はですね、基本的に僕が板書しながら喋っていきますんでね、まあ、こんな感じで、ホワイトボードですね、うん、の画面にしまして、ね、このホワイトボードに、ボードにですね、板書しながらですね、で、一緒にこうノートを取っていただきながらね、進めていくということになりますね。はい。本当はね、塾生さんとね、僕がやってる姿をね、映すのが一番いいでしょうけどね、まあ、ちょっとね、顔出し、名前出し、ね、声出しはちょっとね、僕とはマンツーマンでもちろんいいんですけどね、ちょっとね、他の方に見せる場合はね、ちょっとこれは、火災ということでね。今回はね、一応、皆さんがですね、僕の塾生と仮定しましてね、各種1回のね、ズーム指導の、ね、受講生と仮定しましてね、ちょっと聞くようにしてください。ね、はい、じゃあ行きますね。まずこんな感じでね、進めていきます。はい、じゃあ行きますね。まあ、必要運転資金ということで。ね、ちょっと僕字が汚いんでね、読めなかったら読めないって言ってください。ね、でかく書いたりしますからね。はい。まあ、いつもこんな感じで進めます、ね。必要運転資金ですね。まず、財務分析ですね。の角度からお話をします、ね。で、これは実は財務諸表でもね、減価計算でも使える知識なんで、3科目とに共にまたがってる知識ですからね、非常に重要なんですね。だから今回これをピックアップしました。はい。では、いきますね。じゃあ、まず質問します。財務分析の角度で結構ですよ。はい、この運転資金です。はい、これをどうやって計算したでしょうか。はい、ですかね。で、まずね、建設業のね、資金はちょっと後回しにしましてね、まずは一般的な簿記もですね、の場合をね、ちょっと考えてしゃべっていきますからね。その方が後々建設業と比較で分かりやすくなりますんでね。はい、
そんな感じでやります。まあ、まあ、普段もこんな感じでやってますね。はい。で、話戻します、ね。で、そうしますとね、これは売上債権ですね。売上債権。まあ、受け取り手形とか売掛金とかね。完成後準備収益とかですね。はい。プラス、棚卸資産。ね。まあ、建設業ではね、未成功支出金ですね。これ材料所得金は入りませんからね、建設業でね。はい。まあ、理由はね、ちょっと後でまた言います。まあ、こんな感じで進めます、ね。で、次ですね。ここから仕入れ債務いきますね。はい。ということで。まあ、建設業はここから未成功支出金も引きますけどね。はい。ということで、これが、まず一般的なね、売上債権プラス、棚卸資産マイナス仕入れ債務と、ね、いう式でした。はい。これが、いわゆる、運転資金の計算式ですね。うん。はい。じゃあ、次ですね。で、今度はですね、この資金はね、なんで運転資金になるんですかっていうのをですね、ちょっとなかなかこう理解できない方が非常に多いんですね。うん。そこでね、ちょっと僕なりにね、作った、これから文章を書くんですけど、それをね、やっていくとね、あ、なるほどなって分かるようになりますからね。はい。ぜひ写すようにしてください。はい。じゃあ、いきますね。まずですね、ちょっとタイムテーブル書きまして。はい。4月1日ですね。4月1日にまず、掛け仕入れをしたとします。掛け仕入れですね。100円したとします。はい。そして、5月1日ですね。はい。ここに、掛け売上をしたとします。掛け売上150ですね。はい。そして6月1日。はい。この掛け代金の支払いですね。会計代金の支払いをしたとします。はい。この100円の支払いです。そして7月1日ですね。はい。これは掛け代金の回収をしたとします。はい。これ150ですね。回収しました。はい。これをですね、想定しながらですね、これから仕分けをしながらお話をしていきたいと思います。はい。じゃあ、いきますね。脇の方にね、書いていきます。まず4月1日ですね。で、ここからね、仕分けをするんですけど、分岐法っていう方でやりますね。まあ、非常に実は分かりやすい方法なんですよ、分岐法っていうのはね。ということでね、ちょっと分岐法っていう方で喋っていきます。はい。じゃあ、真似して書いてください。まず、借り方、商品、100円とやります。分岐法の場合ね。これは資産の増加になります。で、掛け収入ですから、貸し方、改革金100ですね。はい。ということで、仕分けをします。はい。よろしいでしょうか。ね。これが4月1日の仕分けです。で、次ですね。はい。時は流れて5月1日になりました。はい。で、この時ですね。分岐法はね、商品、この買ってきた商品、資産の増加ですね。これをね、なくすだけなんですよ、要は。分岐法ってね。で、今回ちょっと全部売ったと仮定しますからね。話をシンプルするために。したがって貸し方、商品100円ですね。これ資産の減少です。はい。押しまして。で、今回、掛け売りが150ですからね。はい。借り方、売掛金です。売掛金150です。よろしいですかね。うん。そして差額50出ますよね。はい。これが商品販売機とやるんです。ね。商品販売機。これ収益です。商品販売機。ね。はい。ということで、ね、50です。はい。ちょっとこれ見づらいですかね。商品販売機のね、半ね。一応、でかく書くと、こういうふうになってますよ。商品販売機。貝殻にね、半ですね。はい。いくとなっております。ね。ここね。はい。ここちょっとでかくしました。いいですかね。はい。ということでね、ちょっと見づらいって言われた場合はですね、こんな感じでちょっと僕でかく書いたりしますからね。はい。ちょっとこれ、ここで消します。はい、話を戻します。はい、じゃあ次ですね。で、今度はちょっとこれ後でここ書くんで、ちょっと括弧で書きといて、一行置いといていただいてですね。はい、6月1日の支払いの仕分けをしましょう。はい、そうしますとね、今回100払いますからね、この書き書き100払って、この100をですね、払いますよということで、はい、借り方、改革金100ですね。負債の減少です。100ということです。ですかね。はい。で、貸し方現金、もうお金払いますからね。貸し方現金100ということでした。はい。とりあえずここまでです。はい。よろしいでしょうか。ね。こ
これがまずね、6月1日までの話ですね。ちょっとまだ7月1日後でしょ、後で喋りますからね。はい。ここまでよろしいでしょうか。ね。では、次ですね。じゃあ、この時点でね、ちょっと運転資金計算してみましょうか。ね。はい。で、そうしますとね、この時点で運転資金を計算しますとね。これ、ちょっとまあ、式で当てはめてもいいんですけど、ね、ちょっと T 勘定で書いた方がわかりやすいんで、T 勘定にしますね。はい。つまり、この時点ですね。この時点で、ちょっとこう書いてみましょうか。まあ、ちょっとこれから BS、貸借対照表を作ってみましょう。はい。そうすると、はい、売上債権はいくらでしょうか。4月1日か6月あ1日の時点ですね。はい。これは、売掛金150ですよね。残ってるの150です。そうですね。うん。そして次ですね。棚卸さんです。まあ、今回商品ですけど、まあ、商品ないですね。100買ってきて100減らしましたから0ですね。はい。じゃあ、あと商品0です。0ですね。はい。では次です。はい。仕入れ細部。まあ、今回買掛金ですけど、はい。これいくらでしょうか。はい。これも0ですね。4月1日に100増えて、6月1日に100減らしましたからね。0になります。はい。したがってですね、今回の運転資金は、はい、こちら、差額ですね。売上債権150プラス、棚卸債0、マイナス、仕入れ債務、買掛金0ですね。そしてこれが運転資金が出ました。はい。運転資金が150です。はい。ここまでよろしいでしょうか。はい。ということでね、これがまあ運転資金の答えなんですよ。6月1日までのね。うん。の時点でね。はい。ここまでよろしいでしょうか。ね。はい。では、ここからね、もうちょっと突っ込んでいきますよ。はい。今ですね、何気に6月1日の仕分けにもう一回戻るんですけど、何気に貸し方現金100ってもう普通にやってるじゃないですか。ね。はい。しかしですね、この4月1日のね、仕分けと5月1日の仕分けしかないと仮定して考えてくださいね。つまり手持ちの現金もないんですよ。一切ないです。この会社はね、この日本の仕分けしかね、創業してからやってないと思ってください。ね。うん。まあ本当は資本金とかありますけどね、それは置いときまして。ね、この2つしかないと仮定してね、ちょっと考えます。はい。そうしますとどうでしょうか。ね。これ現金ギターに払ってますけど、払ってるってことは、これ6月1日の前にですね、なんとかしてお金集めてきてないと払えませんよね。当然ですけど。ですよね。うん。したがってですね、まあ、ちょっと前日にしましょうか。ね。ちょっと社長がね、駆けずり回ってね。いや、なんとかちょっと金用意しないと明日、ね、6月1日に現金払わなあかんねや、つってね。駆けずり回ってる状況をイメージしてくださいね。うん。そうしますとね、はい。これ、借り方現金100ですね。ないと、当然、買掛金払えませんからね。うん。だから6月1日の前までですね、の状態でお金をこれ集めてるわけですよ。なんとかして。ね。はい。で、この貸し方がね、100円なんですかっていうとね、まあ、一番わかりやすいのなんですかこれ、借金ですよね。うん。したがってこれは貸し方借入金ってね、おそらくやってますよね。ちょっと僕の方の問題文出てないんですけどね。うん。こういうふうな仕分けがすでにあるよっていう推測ができるじゃないですか。ね。OK ですかね。はい。ということでね、まあ、借方現金100、貸し方借入金100ということで、ね、借金をすると。ね。うん。いうのが考えられますよね。うん。で、そうしますとね、これ非常に重要なポイントがありますけどね。これ要するにね、6月1日でこれ払ったじゃないですか。めでたく払ったんですけど。ね。うん。これを運転資金と思っちゃう方が非常に多いんですよ。ね、これ100円ね。うん。ね、事業をね、遂行するにあたってですね、まあ、短期的に必要なお金が、まあ、運転資金つかない、簡単に言うと。もっと簡単に言うとね、商売をね、継続させるためにね、必要なお金って言うんですかね、運転資金は、簡単に言うと。ね。はい。したがってですね、これ100と思っちゃうじゃないですか。ね。だってとりあえずね、100払えば何とか、生き延びますからね。はい。しかしですね、よく見ると、はい、運転資金150ですよね。うん。これ違うじゃないですか。これ異なってるんです、これ。ですよね。はい。つまりこれ倍加になってるんですよ。売り上げの倍加ね。うん、150になってるじゃないですか。ね。はい、これ50違いますよね。はい。じゃあ、これは、なんで違うんですかっていうことですね。うん。はい。なんででしょう。ね、これは、ね。
通常さっきも言いましたけどね、まあ、いろんな、まあ、本とかね、まあ、インターネットもいいんですけど、ね、なんか検索とかいろいろして、運転資金ってね、例えばね、こう検索して調べたり、ね、まあ、本屋に行って本読んだりしてね、調べたとしてもですね、ここら辺の記述ってあんまり書いてないんですよね。うん、とか僕は見たことないです、さっき自分は。僕自身は見たことないです。こう詳しく喋って、書いてあるのね。だからちょっと僕はこれから、ズームでやってるときは詳しく喋るんですけど、ね、うん。はい、話戻しますね。そうするとね、これこういうことなんですよ。いいですかね。はい、さっきの僕ね、運転資金はですね、とりあえず商売をね、継続させるために必要なお金って僕言ったじゃないですか。はい、じゃあ考えてください。これ本当に100だけで足りるんですかってことですよ、これ。ね。足らないですよね。だって、ね、商売は、例えば家賃を払わないといけないし。ですよね。うん。あと借金してるから、ね、あとでおそらく利息出るでしょうかね、この問題言ったら。ね、利息最初抜いてるケースじゃないんで、あとで利息を払うケースですかね、この借金で言うと。ね。うん。だから利息も後で発生しますよね。うん。で、さらにね、一番回ってくれないのがね、人件費ですよね。うん、給料ですよね。うん。皆さんもね、社長にね、ちょっとごめん、ちょっと今ね、お金足んねえから、ちょっと給料後回しにしてくれっつってもな、つったらですね、次の日からもう、大体もうみんな辞めてますよね。ということでね、給料日一日ずれただけでも大変なことなんですから、会社に。はい、ということでね、これはもう人件待ってくれないと。ということでね、はい、つまりですね、仕入れ代金の100だけじゃ足んないんですよ。ね。うん。将来の人件費もあるしね。利息もあるしね、いろんな家賃とかもあるじゃないですか。ね、はい、じゃあ質問します。そのね、従業員人件費とかなんとか、もろもろコストですよね。はい、それって何があると払えるんですか、会社は。はい、これは利益ですよね。利益です。つまり今回はですね、この当期純、商品販売金って50あるじゃないですか。こっから払うんですよね。利息であったりね。うん。あとは、人件費であったりね。家賃であったりは払うわけじゃないですか。ね。うん。これやんないと、商売が継続できないですよね。すぐ潰れちゃいます。ね。OK ですかね。はい。したがってこれで分かってきましたかね。はい。したがってね、側近で、今現在ね、今現在ですが、もうすぐにね、払わなあかんという、仕入れ代金の100以外にももちろんあるわけですよ。それと、もろもろね。うん。だからね、それをひっくるめたね。まあ、利益で、払いますから、ひっくるめたね、倍価ですよね。うん。だから150倍からじゃないですか。売りかけの金額なんでしょ、今回の場合はね。まあ、商品と買いかけゼロですからね。結果的に売りかけだけになってるんですけど。ね。うん。まあ、もし当たるしてもね、倍からの方で書きますから、当然ね。うん。ということでね、こちら。ね。支払いの際、まあ、つまり買いかけ金ですね。仕入れ債務ですね。だけじゃなくてですね、利益をね、出さないと、事業継続そもそもできませんから。ね。うん、だから、売価の方でもね、売価の方でね、運転資金の方は書かれますよって、こういうこと計算されますよと、こういうことなんですね。うん。OK ですかね。はい。ということで、ね、まず一つ話が終わりました。はい。では次ですね。じゃあ、それをちょっと鮮明にさせるためにね、続きの仕分けを切っていきますからね。はい。じゃあ、そうしますれば7月1日ですね。回収しましたって言った仕分けですよね。これは、この回収売掛金ですね。やっとこの150が返ってくるということなんで、はい。貸し方、売掛金150ですね。はい。で、借り方、現金150ですね。はい。ということで、ね。まあ、回収できました。4月1日にね。はい。そして、時は流れて、ちょっと書いてませんけど、8月1日にしましょう。はい。必要な仕分けを考えてください。ね。そう、まず、借金解散ダメですね。うん。下がって、まあ、これ短期借り引きと仮定してますからね。借り方借り入れ金100。ね。で、貸し方現金100ですね。まず借金の返済です。はい。あとはちょんちょんでいいですけどですね。はい。利息ですね。支払い利息です。借り方支払い利息。ね。ちょっと便宜上10にしちゃいますよ。10% のね。まあ、かなり高い利息ですけどね。はい。借り方支払い利息10。で、貸し方現金10ですね。一応便宜上分けときます。本当は110って書いちゃえばいいんですけどね。ちょっと便宜上分けます。あとでこれが生きてきますからね。ちょっと分けておきます。で、次ですね。はい、最後に人件費ですね。例えば、借り方人件費。まあ、30としましょうか。30貸し方現金30ということでね。こういったですね。うん。仕分けをゆくゆくしてきますよね。うん。ね、従ってですね、借金の返済以外にもですね、
こういった10とか30とかですね、そういったもろもろのね、コストがありますからね。はい。したがって、ね。さっきのね、仕入れ債務でやる100とですね、150ずれてたんだけど、この正体何ですかって言ったらね、あとで利息払ったりね、こうやって人件払ったり、ちょっと今回家賃の借りませんけどね、もちろんありますからね。そういったもの払う。ね、つまり利益で払うということですからね。はい。したがって、異なりますよね、っていう。これが理由なんですね。うん。これが運転資金がね、倍価になる理由ですよ。ね。倍価になるとか、倍価混ざっちゃう理由ね。はい。ということで、ね、お話が、運転資金のね、話自体の基礎知識が終わりました。はい。よろしいでしょうか。ね。では、次ですね。で、ここからね、財務分析の話と、ね、実は財務諸表の話と、原価計算の話が実はできるんですよ。ね。これ3科目にまたがって重要なんです、全部実はね。うん。で、その話をこれからしますからね。はい、じゃあ行きます。まず質問します。はい。財務分析の話しますね、まずね。はい。キャッシュコンバージョンサイクルで勉強したと思うんですけど、はい。キャッシュコンバージョンサイクル、これ何日でしょうか、この問題は。はい。OK でしょうか。ね。これは答えは30日ですよね。はい。じゃあ、なんでかっていう証明しますよ。そうしますと、例えばね、4月1日から5月1日、これ30日ですね。で、5月の、ここ31日ですね。で、ここが30日ですね。ということで、今30日、31日、30日と書きました。はい。で、次ですね。で、まず4月1日に商品買いましてね。まあ、で買いましたからね。こちらはずっと今、5月1日までですね。これ、消費、まあ、つまり、楽しさんですね。タロルさんです。タロルシスタンの状態でですね、ちょっと略します。30日間保有されますね。うん。まあ、滞留です。ね。そして5月1日にですね、売りましたからね。ここからは、売り確金にね、変わりますね。回収までね。まあ、これが売上債権です。ね。まあ、売上債権です。売り権にしましょうか。はい、これ何日ですかって、これは61日ですよね。そして他方でですね、掛け仕入れですから、ね。そして払うのが6月1日ですから、はい、ここからここまでですね。4月1日からね、6月1日まで。これは仕入れ債務で持ってますね。まあ、仕入れ債務と。はい、これも61日ですね。今回たまたまね。いいですね。4月1日から6月1日まで61日です。はい。で、そうしますとね、ここにこう、まあ、出っ張りっていうかね、空白の参入値があるんですけど、これが、いわゆるキャッシュコンバージョンサイクルっていうわけですね。うん。これがキャッシュコンバージョンサイクルって言います。バージョンサイクルと。ね。まあ、30日です、今回はね。OK ですかね。はい。まあ、必要運転資金のね、期間でもいいですけどね。うん。で、そうしますとね、これ何ですかっていうとね、よく見るとわかると思うんですけど、ね。これ、例えばね、30日、タロスさん持ってるじゃないですか。で、売ったら61日間回収できませんね。うん。でもね、これ、仕入れ債務がですね、支払い日が6月1日じゃなくて、4月1日以降だったら、これキャッシュコンバージョンサイクルゼロになるんですよ。ゼロ1。非常に楽なんですね、資金繰りが。ね。うん。つまり、仕入れ先がね、待ってくれればありがたいんです。要はね。あ、いいですよ、つって。後でいいですよって言ってくれたらね。まあ、そんなことないと思いますけど、あんまり地図もない。まあ、向こうもね、商売やってますから、大変ですからね。いや、うちもちょっと人件払わなあかんから、ちょっと待ってる暇ないんですよ、つってね。早く払ってくださいっていうふうに、まあ、普通言いますよね。うん。ということなんで、仕入れ細部がね、どれだけね、こう、伸びるかによってですね、キャッシュコンバージョンサイクルが短くなったり、長くなったり、要するにするわけですよ。簡単に言うとね。うん、そうするとね、仕入れ債務が伸びれば楽じゃないですか。ね。うん。つまり今回はね、6月1日に払わないといけない状況なんですよ。ね、でも4月1日にお金が入ってくるんですよ。ね。だから4月1日までね、耐えないといけないじゃないですか。耐えないと。資金繰りでね。なんとか借金でも何でもいいからしてきてね、耐えないといけないじゃないですか。この耐えないといけない期間、キャッシュコンバージョンサイクルって言うんですよ、要は。ね。うん。はい、下がって質問します。これ、長い方がいいですか？短い方がいいですか？キャッシュコンバージョンサイクルって。ね。うん。これ短い方がいいっすよね。ね。これ長かったらね、社長の心臓が持ちませんね。ね。はい、お返せなあかんっつってね。もうとにかくね、銀行からね、借りられなかったら、
ね、親戚とかね、行ってね、書き取り回らないといけませんからね。うん。まあ、実際僕のね、友人は中小企業の社長が多いんで、ね、そういうね、経験された方がもちろんいっぱいいるんでね、もうあれもう二度と体験したくねえ、つってね。資金繰りだけはもうなんとかね、頑張ってうまく回したいんだ、つってね。なんか頭下げてね、金、とにかく大丈夫なんです。7月1日に入ってくるんで、ね、しがないが6月1日なんですよ。出してなんですよ。今今日5月31日でね、つってね。なんか駆けずり回ってる状況ですよ、これ。ね。うん。だもんでね、まあ、中小企業社長ね、は、まあ、ここは結構苦労してますね。うん。まあ、ちなみに僕みたいな商売の場合ね、僕は要するにサービス業ですからね。でも前金制なんで。うん。もちろんキャッシュコンバージョン最高なんか僕ないんですけど。ね、うん、お金もらった人にしか僕は教えませんからね。講義ありますから当然ですけどね。うん、ということで、その場合はね、そもそもね、もうキャッシュコンバージョンサイクルゼロなんで、ね、売りかけとかもないですから、ね、在庫もないんで、僕の場合は。ね、うん、ということで、ね、仕入れ細胞ありませんからね。僕の、商品は脳みそですからね。僕のこの簿記を教えるノウハウなんで、ね、うん。ということなんでね、僕らみたいな商売。ね。は、キャッシュコンバージョンサイクルが、要するにないんですけどね。ゼロ日で。まあ、全然そこら辺はいいんですけどね。物販とかね。そういった、やってる、ね。商品を買って、ね、商品を売るっていうね。商売やってる中小企業の社長さん、非常に苦しいですよね。この辺はね。うん。シビアにやらないといけませんね。はい。ということでね。まず一つのね、話が終わりました。財務分析の角度です。キャッシュコンバージョンサイクルというのね。これは短い方がいいという論点なんですね。はい。これ最近の本試験でも結構出てますよね。キャッシュコマ状態から、財務的に、うん。はい。で、次ですね。で、あとはですね、財務諸表、そして原価計算のね、角度からも実はこれ、話があるんですけど、ね、その話をしてるんですけどね。今回ちょっと、ズームの見本ってことなんでね、内容はちょっとここでストップしますけど、ね。うん。この後にね、財表的なね、分野としてですね、財表のね、16回の第4問かな。これ過去問番号なんですけど、14回の第4問ですね。これキャッシュフロー計算書ですね。キャッシュフロー計算書の、まあ、作り方っていうね、やつを僕が喋りました。ズームしの時はね、実際にズームしの時は。うん。そしてあと原価計算ですね。原価計算はですね、これはね、19回かな。19回の第4問の話をしました。連動させました。ね。で、これはリース、した方がいいのか、それとも借りで購入した方がいいのかっていう、ね、論点なんですけど、リースまたは借りで購入ね。はい。実はね、これものすごくよくわかるようなんです、これ。ね。これが理解できるとね。うん。その話をね、もう徹底的にやりました。ね。たっぷり時間使ってね。この19回のね、第4もね、題材にしましてね、どこが違うんですかっていうね、うん、話をしました。運転資金とね。まあ、実は3つあるんですけどね。うん、3つ。ほとんど共通点なんですけど、実はね、3つ。うん、借り入れ購入の方もあるのね。ここで3つちょっと違いが出てくるんですよ。ね。うん、それも丁寧に丁寧にここはズームでは喋りました、ね。で、皆さんね、なるほどっつってね、熟成さんね、僕の日記のね、なるほど、そうだったんですねっつってね。うん。なるほど、借り入れ購入。なんとなくね、今まではね、こういうふうにやるのかなみたいな感じでね。なんか、まあ、暗記しちゃえばね、とりあえずこの問題19回第4問はできたんだけど、みたいな感じでね。うん、でもね、今日の先生の話聞いて、なんかものすごくよくわかったような感じがしたので、ね、ちょっとチャレンジ してみますみたいな感じで、ね、みんな興奮して、ズーム指導終わった後にね、過去問解いてましたね。うん、で、その後 LINE の報告でね、いやー先生これわかりましたっつってね、いや本当に鮮明にわかりましたっつってね、今までね、なんとなくしかわかんなかったんだけど、いやこれ今回は完璧にわかりましたっていうね、うん、LINE のすごく嬉しい報告がいっぱい来ましたね。うん、ということで、原価計算のね、実際のズーム指導の時はですね、19回第4問との比較ですね。それを喋りました。ね。そして、原価計算実はもう一つ喋りまして、ね。これ、運転資本がある係数ってやつがありましてね、原価計算で、ね。これはね、実は日照簿記1級なんですよ。ね、日照1級のね、84回ってやつなんですけど、第84回の日照簿記1級の本試験なんですけどね。これは岡本清っていう、ね、先生の本にも載ってるんですけど、ね、僕のね、他のね、第30回の二章、建設業経費っていうの予想をね、運転資本がある係数っていうのを検索しますと出てきますから、ね、そこをまた具体的に見ていただきたいんですけどね。うん、ちょっと今回映すのは割愛しますからね。まあ、興味ある方ね、今みたいに第30回、対策予想ね、で建設業経費っていう原価計算の、設備投資の計算性計算、ね、で運転資本がある係数ね、
本当は運転資金なんですけどね、ちょっと原価計算の運転資本って言っちゃってるんですよ、ネーミングね。なもんで、ちょっとそこは、まあ、あんま気にしなくていいんですけど、ね、この問題ですね。日照簿記で一級で言うたら84回なんですよ。ね。ね、初めて出てきましたね。で、壊滅になっちゃったんです、これ。日照一級ですよね。うん。でもね、まあ、その後は普通に日照簿記一級の教材には載ってますからね。基本問題として載ってるんです、これ。ね。うん。でも、もちろん建設業一級では出てきたことないんですよ。ね。なら危ないんです。非常に危ない。ね。ということでね。第30回。ね。まあ、今日は2022年の2月15日なんですけど、ね。次、約26日後に、ね、本試験なんですけど、ね、第30回の本試験なんですけどね。という時点の話ですからね。ちょっと、皆さんがですね、あなたがどのタイミングでこの動画を見てるか僕わかんないんでね。ちょっとあれなんですけど、それを想定しながら聞いてくださいね。そうするとね、やっぱ30回対策はね、まあ、僕はもう一押しでこれが出ると思ってるんですよ。今のやつ。ね。この二所簿記一級の84回ですね。の、類題がおそらく出るんちゃうかなって思ってるんですよ。ね。大体二所簿記一級に出てるやつがポロッと降りてきましたね。二所簿記、建設業一級に出るって感じですから、最近はね。うん。本当多いんですよ、それが。ね。うん。で、しかもね、3科目とか2科目にまたがってるっていう論点が結構出るんですよ。ね。うん。だもんでね、ちょっと怪しいなっていうのがね、圧倒的に怪しいなっていうのがこの運転資金だったんですよ。ね。だってこれ3科目にまたげますからね。3科目なんですよ。全部の科目にまたがっちゃうんで、この話はね。うん。だもんでね、ちょっとこれやべえなと思いましてね。ちょっと僕はこれをピックアップしました。ね、はい。ということでね、こんな感じでね、ズーム指導はやっております。ね。うん。はい。じゃあちょっと、今回見本なんでここで終わりにしますけどね。はい。ということで、ね。僕がですね、各週1回、2時間のズーム指導あり、コースですね。の場合は、こんな感じで、ね。塾生さんとですね、ワンツーマンで、これワンツーマンです。一体多数じゃありません。ワンツーマンです。ね、で、その受講生、つまり受けてるお一人のですね、ペース、そしてお一人の理解度ですね、に合わせてですね、うん、僕が一個一個丁寧に、今みたいな感じで、ね、一個一個丁寧に板書していったりですね。うん、もちろん、レジュメ使うときはありますけどね、この中で、ね、僕のオリジナルレジュメありますからね。うん、じゃあこれを使ってね。説明するときももちろんあるし、ということでね。まあ、大体、うん、僕がテーマ決めた場合、板書するときは多いんですけど、ね、今みたいな感じで板書に一個一個書いていきます。白紙から書いていきます。白紙から、ズーム指導もね。うん。ね、多分ね、皆さんはね、僕の、ね、通信供給見本って言ってね、僕はね、こう過去も解いてるね。過去も類だ、こう解いてる姿をね、ビデオカメラで、ね、撮ってるっていうね、僕が映ってなくてね、僕がこう、下書きだけ映ってるっていうね、今紙に載ってね、紙に書いてある。こんな感じで多分ね、書いてる姿ですよね。それを多分見て、こちらの方にいらっしゃってると思うんで、皆さんね。うん。まあ、そういうのももちろんやっておりますけどね。うん。でも、ズームはね、あれは講義の形式なんですけど、ズームの場合、マンズーマンですからね。うん。受けてる人のペースに合わせてできますからね。で、ピンポイントでね、質問も受けることができるし、ね。うん。ピンポイントで、ね、僕は質問することができますからね。うん、僕もね、どのぐらい分かってて、どのぐらい分かんないのかなっていうのを僕もこう確認しながら喋るんで、ね。うん、だそれに合わせてね、お話ができるということが、まあ、このズームのね、ワンツーマンのすごいところですよね。うん、で、しかもね、講師一人と生徒一人ですからね。完全ワンツーマンですから。ね。まあ、これありえませんね。ありえません。少なくとも大手さんには絶対までできませんね。うん。という講座になっておりますね。はい。ということで。ね、今回、見本ね、運転資金をちょっとベースにしてね、お話をしました。ね。はい、先ほど言いましたけどね、今、2022年の2月15日なんですけどね、今は第30回対策の、ね、コースがやっておりまして、で30回対策の、まあ、新規申し込みも締め切りもちろんしましてね。で、バラ売りはやってますけどね、単発の体験入学みたいなやつはもちろんやってるんですけど、それ以外ちょっとレギュラーみたいなやつはもうね、もちろん締め切りが終わってまして、ね、次ね、受講したいと言った場合でね、第31回対策になっております。現時点では。ね。したがってですね、31回というのは9月ですね。2022年の9月のこの試験向けの対策の講座なんですけどね。うん。そちらの募集をもうすでに今開始しております。で、僕はね、10名様限定でおります。限定です。この各週1回のズーム上のある場合はね、10名様です。いっぱいの人数できませんから、ね、10名様限定させていただいております。ね。そしてすでに実は5名様。5名様をお申し込みいただいております。ね。
従ってですね、あと5名様のみになっております。ね、5名様のみです。ね。そして、大体なんですけど、いつもね、本試験が終わった直後から1週間ぐらいです。で、大体この10名様埋まります。完売いたします。ね。うん。ということでね、この間の9月もそうだったんですけど、ね、もう本試験終わってね、すぐでしたね。本試験終わってすぐにドドドと申し込みがありまして、1週間経たないぐらい、経つか経たないぐらいで、もう10名様全部締め、満員御礼というふうになりましたんで、ね、特にこの1級のね、まあ、原価計算が非常に人気なんですけど、ね、非常にこうすぐ埋まってしまいます。ね。うん。したがってね、僕のですね、この各種1回のズーム指導、あれ、コースね、受けたいってあなたですね。ぜひね、お早めに、お申し込みをしてください。ね。2022年のですね、3月の本試験、直後1週間ぐらいでね、多分あと5名様が埋まると思いますから。ね。うん。そうするとね、次の9月目標も、お受けできなくなりますんでね。次はもう、再来年のね、あ、来年か。来年の3月向けっていうことで、31回続くっていうふうになりますからね。うん。実はこちらの方も1人いらっしゃいますからね。だからあと9名様なんですけどね。うん、ということで、ね、どんどんちょっと、この10名様限定のね、各種1回のズーム指導、あるいは埋まってしまいますからね、ちょっとね、受けたいと思ってるあなたですね、もうね、すぐに決断していただいて、お申し込みをしてください。ね、そうしないとね、受けられなくなりますから。ね、僕のワンツーマンですからね。はい、ということでね、ぜひね、お早めに、検討してみてください。はい、ではね、以上、今回はですね、僕のワンツーマンのズーム指導はどういうふうにやってるのかなっていうね、見本の話でした。はい、では皆さん、頑張ってください。